ヒーローはここにいるよ。はい、清く正しい柚木ゆかりです。おやルビーさん、どうされました？え、人手が欲しい？なるほど、私にお任せください。今日、我々は極端のロボット倉庫を爆破することにより彼の違法なロボット事業を終わらせる。ロボット倉庫の真ん中に爆弾でいっぱいの物置がある。やろうなら方法がわかるな。そう、より良い爆弾で極端の爆弾を爆破する。アカネさんが建物に入り、私が準民事組織から得たこのクソ巨大な爆弾を起動してほしい。ただ、周りにある貴重なロボットを持ってくることも忘れないでくれ。ルビーおばさんがな、カフェに新しいロボットを必要としてるんだ。とにかく全て終わったらみんなでおばさんのカフェに行って最高のミルクシェイクをいただこう。票とか関係ありませんからね。清いです。シェイク用にチョコレートのふりかけとマルチネズミのかけらを用意しておくよ。今更やけど、選挙でこれって大丈夫な？まあええわ。前回セクシーが好評やったし、今日はセクシーな衣装で行くで。ヘイ、ジーザス。やあ、この服、めっさテンション上がるわ。ゴルゴダの丘も爆走できそうや。ダイナミックエントリー。セクシーグレネードはクラウン。なんや食べたりないんか。ほらデザートもくれたるわ。手話気まぜり、そこどけや。あかん、お仕事忘れる。ロボット回収せな。うわやばいやばいやばい、最後の晩餐まだ食うてへんからタンマや。姉ちゃん、あかん、なんか聞こえちゃいけん声一瞬聞こえたわ。おっ、このグレネードええな。めっちゃセクシーやわ。おっと、あったあった、この爆弾のタイマー入れればええんやね。よし、オーケー。お物を爆破で環境入れ。うちはセクシー外人に決まりやね。右の方を撃たれたらロボットさんをよこしなさい。どうせ吹っ飛ばすんやから、いくつか持ってってもかまへんかまへん。うちらヒーローちゃうんやから。うん、策的よし。あとはゆかりさんとこ変えるだけや。待っとるよ。よし、相手の攻撃面に残るで。このまま。オーマイや。あかん、少し落ち着かなシャルならんわ。あ、ゆかりさん帰ったで。はい。あかねさん、今日は随分弾けてましたね。私たちは完全に極端のロボット事業を吹き飛ばしました。せやろ。早速、市民やインターネット、ツイッターに書かれてますよ。あかねちゃんセクシーやったって書かれてます。それにユニコーンに乗った私の自負も作られました。ゆずきゆかりは畏敬に満ちているだそうです。畏敬の念が溢れてきましたね。今日のことは選挙にとても有利になりますよ。全部素敵なあかねさんのおかげです。ほんまか、照れるわ。あの、あかねさん、テーブルが揺れるので少し落ち着いてください。ごめんなさい。